出身の元サッカーー選手現サッカカ指導者現在はカタルーニャ代表の監督を務めている。ポジションは MF。カタルーニャ州のルスピタレート・ダ・リブラガートに生まれ、CE ロスピタレートでプロサッカー選手になると、1995年に RCD エスパニオールのリザーブチームへ移籍。3シーズンを B チームで過ごすと、1998年4月10日、 ホームで2から0と勝利した CD テニリフェ戦でトップチームデビューを果たした。トップチームデビュー後はレギュラーに定着し3シーズンで公式戦125試合に出場した。2001年7月エスパニョールでの活躍からデポルティーボラ・コルーニャに引き抜かれた。1シーズン目からポジションを確保しリーグ戦全試合に出場して4ゴールを挙げると そのシーズンのコパデルレイにて決勝でレアルマドリードを破り、見事優勝を果たした。その後も、スーペルデポルと呼ばれたチームにおいて、中心選手としてクラブに在籍し続け、在籍後シーズン目までで欠場したリーグ戦はわずか5試合のみと、クラブに欠かせない選手となった。2010年にデポルティーボを退団するまで公式戦、通算383試合に出場し、 37ゴールを記録した。2010年7月33歳となったセルヒオは昨シーズンにラリーが昇格したレバンテ UD に加入した。リーグ開幕戦からレギュラーに抜擢されるが負傷による影響で後半戦はベンチに回る機会が多くシーズン終了後に契約を打ち切られた。2001年3月24日 2002FIFA フ ワールドカップヨーロッパ予選のリヒテンシュタイン戦にてペップグアルディオラとの交代でスペイン代表デビューを果たしたその予選を突破した2002フィーファワールドカップのスペイン代表に選出されると大会では唯一のプレーとなったグループステージの南アフリカ戦に出場した1999年からが故郷のカタルーニャ州出身者のみで構成されるカタルーニャ代表でもプレーし始め ユーゴスラビア代表やアルゼンチン代表と対戦したエスパニョールデポルティーボ。ありがとうございます。